to translate to a place where I lost my place in the line to the house of shade.今は火曜日の朝の8時過ぎぐらいです。今日の動画はアメリカに大学している学生の一日に密着したみたいな感じの動画を撮ってみようかなと思います。平日は基本的に勉強が中心なんですけど、リアルな感じでいいのかなと思うので撮ってみます。今日は25日で1個クイズがあります。これは昨日テスト勉強したのでまあまあ大丈夫なんですけど、金曜日に別のクイズがあるので今日はこの勉強もしないといけない。今日火曜日だから授業が2個あります。インドの友達からお菓子を昨日もらいました。ベストフレンド今から朝ごはんを食べます。ブルーベリー、これはあとホットチョコレート、昨日インドの友達が作ってくれて全部飲めなかったので朝に残しておきました。いただきます。この家から大学までが歩いて10分ぐらいなので結構近い。アメリカに来てから化粧をしなくなったので大学に行くときに、なので朝10分あれば余裕で間に合います。今1個目の授業が終わって2つ目の授業がある教室に移動してます。今大学の授業が全部終わりました。でお家に帰ります。めっちゃ寒い、めちゃくちゃ寒い。
お昼ご飯の前に今から洗濯物をします。山盛りになってるのでちょっとそろそろやらないとやばい。今から勉強を始めようと思います。多分夜ご飯の時間までずっと勉強をすると思います。部屋の私の部屋の外の勉強スペースで勉強をやります。まあ勉強が終わって1時半ぐらいになりました。今から晩ご飯を作ります。この鶏肉を焼きます。オーブンで焼くかな。It's where this pricey. It looks really, really good. Yeah. She's so excited to open it. Yeah, I missed handling a child. Don't make it. What? Yes, I have four of them. This is so hot. Yes, I think it's good. Like, can I use it? Yeah, yeah. Oh, wait. Eh? Too bad. Too bad. No. Oh. It's my bad. I don't care. Oh, oh.Hey, yo! Can I meet him? He only made fried rice. Only made fried rice. Oh, and sugar. You're gonna have enough sodium. Sugar? No, yes. I put maybe in the food and beverage or Starbucks, the restaurant. So similar to.今友達とご飯が終わって9時ぐらいです。今からお風呂に入ってまた勉強を再開します。最近このなんかラックみたいなやつを買って使ってるんですけどめっちゃ便利です。今は11時と今からちょっと寝る前に勉強しようと思います。今日一つクイズがあって無事に終わりました。
If your dreams are making it hard to think straight, if you still love me, I can wait, I can wait. And remember this, we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. 明日は朝8時から授業があるので6時ぐらいに起きる予定です。なのでそろそろもう寝ようかなと思います。なんか日本にいた時はもっと漫画読んだりとかドラマ見たりとかしてたんですけど、今は勉強についていくのに必死で余裕が全くないです。明日からはまた頑張ろうと思います。で、最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Don't know what I've started.